はい、速稼塾の久保でございます。今国会でですね、安倍総理に政治資金収支報告書に記載しなかったという角でですね、政治資金規正法の、嫌疑がかかっていて、これが告発されてですね、有罪逮捕ということに安倍総理がなるんではないかなということで国会が紛糾してるんですけども、ここでですね、安倍総理が言われるように、領収書、明細書をポンと出せばね、ことは明らかになるわけなんですけども、この明細書、領収書を出すことによって安倍総理が自分が言ってたことと違うんじゃないかと、実は野党が追及しているように本当は記載するべきものを記載してないというね、真っ向から政治資金規正法に違反してるということがバレてしまうんで、出さない出さない出さないって言ってるところで押し問答が長いこと続いてる、国会なんですけども、ここに来てですね、辻元議員がね、やっぱすごいな、すごい切り口してきたなということなんですよ。ずっとホテル大倉ですかね、そちらの方の領収書を出せとか出さないとか言ってたところで、ある日ですね、急に突然同じ議論が始まるのかなと思ったら、急にですね、ANN コンチネンタルのこのホテルの領収書、明細書出せというふうにね、切り込んできたんですよ。で、その時にまた安倍総理が、いやいや、領収書とか明細書はホテルがくれなかったんだよっていうふうに言われることを、事前にですね、外堀を埋めるために、事前に、書面でですね、要求をしてたわけなんですよ。レポートで、ANN の広報でですね、公式な見解として、今まで領収書を発行しなかったことはないと、明細書を発行しなかったことはないよと、そしてそこに、宛名にですね、空欄で出したこともないよと、プラス政治家もしくは政治家関連の人に対しての会場の利用ということで、特例を設けたことはないよっていうね、こういうのを書面で辻元議員を受け取って、で安倍総理にどうだって出したわけですよ。そしたら安倍総理は、あ、やばいなと思ったんでしょうね。ちょっと確認するまで時間をくださいって言ってね、それから確認してきましたよって出した時には口頭だったんですよ。で、確認っていうことはもう誰がどういう責任でその発言をしたかってことが分かるように、動かしようがないように公文書というね、名のもとの文書で出すことが求められてるんですけども、安倍総理は口頭で、事務所に電話で聞いたらこうでしたよっていうわけなんですよね。さあやってきましたね、安倍総理の口頭で事務所を通して聞いたらこうでしたよっていう風な言い方っていうのはいくらでも後で言い逃れができるんですよね。だからせこいなと思いますよね。で、文書で出せって言ったら、いやもう何度も何度もホテルにお願いするのは申し訳ないんで、もう文書の要求はしませんって言うんですけども、ホテルだって仕事なんで何回でも何十回でも文書を求められたら出しますよね。で、営業上の秘密なんで、これは答えられませんみたいな安倍総理が言うわけなんですけども、その日の夜、朝日新聞が ANN インターナショナルコンチネンタルにね、取材をしたら、どうも総理が言ってることと私たちが答えたこと違うところがあるよっていうふうにしてですね、もうなんとですね、忖度のない ANN コンチネンタルなんですけども、さあじゃあ ANN のコンチネンタルってのはどういう会社なのかなってことをね、ちょっとね、Google で検索して調べてみましたんで、皆さんもね、Wikipedia などで、検索していただきたいんですよ。私が思ったのは、ホテル大谷でしたかね、なんかそっちの方のホテルの名前忘れたんですけども、そっちの方はどうも昔ながらの安倍筋なんですよね。安倍総理筋なんだろうなと思いましたけども、この ANN インターコンチネンタルホテル東京正式名称、以下ね、ANN って呼びますけども、ここね、全日空という名前がついてるんですけども、もう完全にですね、外資になってます、これ。ちょっと見てみるとですね、1986年、確かに開業した時は、運営母体は、全日空エンタープライズ、要するに、ANN だったんですよね。でも、その他、時間が経ってですね、どうなったのかな。結局は2006年に、外資系企業の参入が続く国内ホテル市場の競争力の強化を狙い、うんぬんということで、売却してるんですよね。モルガン・スタンレーグループに約2813億円で売却すると発表して、6月までにモルガン・スタンレーの特定目的会社である城山プロパティーズへの売却が完了したということで、全日空って名前がついてますけども、全日空はもうね、ホテル事業をやめて飛行機だけになってるんですよ。でホテルは名前はついてるけども、でももう完全外資ですよね。だから外資なんで、その安倍政権全然忖度してないんだろうなと思いましたよね。でプラスここでもう分かんないですけども、外資企業ですから、モルガンスタールですから、日本人の小競り合いにね、なんですかね、つけ込んでですね、安倍総理が安倍総理で
何と言いますかね、ANN に何かね、あの口裏合わせの要求を出してきたら、その足元を見てですね、まあ別の要求を出してくるんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあなんかね、全日空ホテルの名前がついてますけども、そうではないところにまた今回ね、本当にね、なんか安倍総理がスパッと領収書を出せば済むことなんですけども、それを出さないがゆえに、まあこんなこじれた問題になってきて、ついにですね、 ANA ですよ、モルガン・スタンレーが安倍総理の足元を見てどんな要求出してくるか分かんないですね。まあ続報がすごく楽しみだなと思いますけども、ちょっとこれがね握りつぶされてしまうと本当にやばいなと思いますよね。多分この全日ホテルなんですけども、こちらの方にきちんとね公式の場に出て証言するように求めればするんではないかなと思いますよね。まあ、そこで安倍総理は虚偽答弁がバレて、もう逮捕ですよ。やっぱね、国会内での虚偽答弁は偽証罪に相当しますからね。だからもういよいよ後がないんではないかなと思いますけども、後がないだけにどんな無法な手段を使ってくるのかわからないなっていうのが自民党でございますね。ただ自民党の中にも安倍総理の存在を良しとしない人がいるのも確かなんですよ。これを機会に全部のいざこざを安倍総理の、もしくは安倍派に全部押し付けて、いわゆるね自民党から追い出して、自民党の第二勢力を今度はね頭に持ってこようという、敵の中にさらに敵がいるというね、自民党の中でもねいろいろと分かれてますからね、まあこの辺のバトルも楽しみだなと思うのと同時に、我々の財産とか時間とか将来が全てこういう風なね権力闘争に消耗されているというね、消費されているということは怒りの声を上げなくちゃいけないんじゃないかなと思いますよね。今生活が苦しいあなた、なんとかしないとと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。今日もね、難しいややこしい政治をちょっとまとめてお送りしました。もしね今回のことで、なんか分かりにくいことがあったらまたメッセージください。それでは失礼します。